の高温が出づらくなる季節になっています。というのもなぜかと言いますと 4C っていうのはね、何回かねもうこの講座でもやってますけども、こう弾いてくださいって言いますよね。とこっちに抜く、ね、これをポイントだということはね、もう頭の中に叩き込んでいただきたいんですけども、冬場はなぜ出づらくなるかというと厚着になるんですよね。僕今ワイシャツに、スーツのね、着てるだけなんですけども、基本的にはですね、まあ、できれば脱いだ方がワイシャツも、ね、あのジャケットを脱いだ方がね拭きやすいには拭きやすいんです。で、例えばそうですね、厚手のセーターとかね、まあ、これからの季節に、あとはこうもこもこしたこうダウンのジャケットとかね、そういうのを着て演奏する人がね、まあ、いなくはないんですけども、あれはね非常にダメなんですね。でうちのお店なんかももちろん、車で来ていただいてそのままねお店に入ってくる、それとやっぱりジャンパーとか着てますよね。でそのまま置いてあるやつを拭き始めたりすると基本的には音出ないんですよ。うん、ですからそれをねやっぱり脱いでいただいて、やる。ですから例えばなんだろう、スポーツだったらスポーツをする時の格好ってあるじゃないですか、ね。うちの父が好きなサッカーなんかは革靴ではやりませんよね。そういうようにオカリナ、その楽器としてね、清掃っていうのがあるんですよね。で 4C の場合特にその清掃を適した服ということですけどもね、割とさらっとした服をが一番清掃になります 4C の場合は。ですので例えばマフラーを今ねこれから一つやります、あるいはそうですね、何でしょう、やっぱり、ジャケット系ですね、ダウンのねあれですと、なんでこっちを引いてくださいっていうかというと、まあ言ったようにね左の肘から脇のこの三角形の間に、このね、こっから音が出た、ピーって出たとしたらそれを抜くわけですよ、こっちね、ピローンって。だから弾いてくださいってするわけですよね。こう抜けるんですよ、これ。ただダウンがあるとここにね、こう見えるかな、ちょっと 色合いがね、あれですけど、これがね、ダウンだとしてもっとモコモコしてますよね。これジャケットですからフィットしてますけど、これモコモコした時してやってみますね。普通はこうじゃん、結構触っただけで出ないんですよ音が。うん、わかりますね。ですのでこっからビーね、こっからここがリードですよね。こっからビローって一直線出た時にスムーズにここに抜けるようにするから弾いてくださいって言うわけですよ。でここにマフラーがあったり、厚手のダウンがあるとここが触っちゃうんですよね。ね、ですので冬場ね、なんかいきなり音出なくなっちゃったとかっていう人は多分厚手の洋服を着てたりマフラー巻いたりハイネックのねこうモコッとしたの着てると、音が出にくくなりますので、できればねオカリナにも清掃っていうのがある、これをですね、覚えていただけるとね 4C は必ずいい音してくれますんでね、ぜひ、オカリナの 4C の清掃、これ頭にインプットしてください。